健在なのか。亀岡戦役は山間部ゆえに火力集中が容易であり、進行阻止が比較的有効に機能している。この頻発する中規模浸透、最終防衛線が完全に分断されたが、ベータの物量が面制圧に勝っているということか。今々しい無能どもめ、学級会はまだ終わらんのか。絶対に死守しなければならないのだ。何としても。嵐山コマンドポストよりファングリード。こちらファングリード。現個体軍の殲滅をもって前衛戦域を放棄、基地の直営に当たられたし。一体何があった、嵐山コマンドポスト。現在北西山間部より旅団規模小型主軍が浸透、アタゴ砲撃陣地の警備部隊と交戦中。防衛線は堅持しつつも敵個体数なおも増大、警戒を要す。ファングリード了解。観測班は何をやっていたんだ。いや、これだけ大規模な戦闘、ベータの音信計測は困難か。特に山間部ならなおさらだ。敵残存個体に部隊残存記録、反学徒兵にしてはよくやってくれている。だがそろそろ敵の死骸が格闘戦機動の障害になってきた。しかも時期に補給物資も食いつくず、いずれにせよ潮時か。よし、楽しいお遊戯の時間はおしまいだ。うつせめて殻を割るのを流す、深く深く煙で流す。ファングマンより中隊各機に次ぐ全周警戒にて警中。現時刻をもって前衛戦域を放棄、嵐山基地の直縁に向かう。丹波高地西部一帯に敵小型種が浸透、現在愛宕陣地は散発進行を受けている。我が隊は愛宕烏ヶ岳間の稜線に防衛ラインを構築、斜面を生かした陣地防御および高地砲撃による亀岡戦役敵勢力の前言と同時に小型種の排除を行う。経路は見ての通りだ。レーザー属種のリスクを考慮し、高地を縦に裏から這い登る。したがって移動はサーフェシングが基本だ。デストロイヤー級の進行が絶え、支援砲撃によるレーザー属種の照射誘引が機能している今、この吐きだめに止まる理由はない。我々の移動後は基地からの不接弾で地雷がばらまかれるので注意しろ。第一小隊が先行する。続け。了解。何をやっているの、ファングイレブン。泉、そいつは放っておいても死ぬから。泉、そいつはもう死んで。いや、逃げるなんてできない。敵を、ここで敵を撃つんだ。ノト少尉、うるさい、邪魔するな。
何も知らないお姫様のくせに。畳道は私の全てだったんだ。畳道と結婚することが、鏡家との縁組が、私が野時の役に立てる、野時に必要とされる、たった一つのことだったんだ。あんたにはわからない。鮮血の縁の縁組で救われた家に生まれ、何不自由なく生きてきたあんたには絶対に。だからあんな青臭いことばかり言えるのよ。何が同じ訓練生よ、何がみんなで頑張ろうだよ。価格外があって設計につながるあんたはさ、上に行けるって知ってるのかもしれないけどね、私たちは何をやろうが一生とさまなんだよ。上に行けないって分かってるのに、なんであんたと同じ頑張り方しなきゃいけないの。私たちはね、あんたから見たら哀れな範囲で幸せを満喫できるように生きるしかないんだよ。余計な夢見させないでよ。そんなことしてあんた責任取ってくれんの。何もわからないくせに出しゃばらないでよお姫様。あ、わかりませんよね。ええ、まったく。言い名付けを持たない私に、それを失った悲しみなど分かりようもありませんわ。だったら出しゃばらないで。それでも戦友を失った悲しみは分かりますわ。あなたはいかがかしら、野戸少尉。そんなの当たり前じゃない。そうでしたら、あなたの戦友があなたを失いたくないと思う心、理解できますわね。分かってるってば。ではあなたがここで言い名付けの弔いをする分、まだ生きている戦友を死に近づけていることはご存知。山城さん、もう十分よ。ねえ泉、交代しよう。私が不甲斐ないばかりに、ごめんなさい。虫酢が走りますよね、あなた方の関係。散々ぶら下がって甘やかし放題、見るに耐えませんわ。編成半ばの学徒英士がここまで持ちこたえたことを喜ぶべきか。それを可能にした戦術薬剤、恐るべき効果だ。テスト導入は概ね成功だろう。だが効果と弊害のばらつきがひどすぎる。正常に適合したのがほんの数名ではな。状態安定、薬理適合トリプル A、 心技体、総合能力全てに有。山城和沙、順当に経験を重ねれば必ずや後世に名を残すこの英雄士となろう。だが生きて帝都へ出られる者などおるまい。京都外郭の砲台陣地軍が落ちるのも時間の問題。
それも山あいにばらまかれた対タンク級地雷と警備部隊の弾薬がいつまで持つかだが、場合によっては嵐山は見切り釈迦岳砲撃陣地の直縁を優先すべきか。国土防衛整備計画以前の旧式トンネルか。戦術機での通過は無理だな。ファングマンより中隊各機、老いの坂トンネル区間の匍匐飛行による両線フライパスを強化する。高度制限25以下、8人式は木にぶつかった程度じゃ壊れない。数秒の我慢だ。支援砲撃によるレーザー照射誘引は十分機能している。だがビビって高度上げると黒焦げにされるぞ。分かったか。了解。第二小隊は未だに後方2200か。第一小隊続け。了解。ファングナイン死にたいのかバカ者。制限高度はつま先合わせじゃない、頭だ。了解。来たぞ、ロケットモーター点火。うわは受けてな。やだやだ、地面が地面が赤いよ、全部赤いよ。バカなやつだ、ビビって行動を上げたのか。刷り込まれたはずだからな。身体極まったか。ならばせめて部下どもの梅雨払いをさせてもらうまで。将軍殿下、任を果たせぬまま果てる不忠をお許しください。山城、高村、野党、あとは頼む。